すずめて申しますと、その祭文の中には前にもちょっと申しました現代社会における精神病者虐待の実情と監獄以上に恐ろしい精神病院のインチキ治療の内幕が暴露してありますので、言葉を変えて申しますれば、現代文化の裏面に横たわる戦慄すべき狂人の暗黒時代の内容を俗用化した一種の憲白書、もしくは宣言書とでも申しましょうか。正木先生はこれを政府当局、その他各官衙や学校へあまねく配布されたばかりでなく、自分自身で木魚を叩いてその祭文歌を歌いながら、その祭文歌を印刷したパンフレットを民衆に頒布して回られたのです。自分自身で木魚を叩いて、さようさよう、随分常軌を逸したお話ですが、しかし正木先生にとってはそれが極めて真剣なお仕事だったらしいのです。